こんにちは、北海道ゴルファーのアゼリアルです。今回は次戦の PGA ツアー情報をお届けしたいと思います。一周空いてしまったので、まずは残りのスケジュールを確認しておきます。前回は日本での ZOZO チャンピオンシップでした。優勝はまさかと言っては失礼ですが、コロンビアのニコ・エチャバリア。ここまでの優勝者の顔ぶれを見てみると意外な選手ばかり。というのもパワーランキングに入っていなかった選手がほとんどです。JT ポストンだけは確か入っていたと思います。しかもほとんどがフェデックスカップランキング125位付近にいた選手ということもあって、今年のシード権争いは激しくなっています。そして残りは3戦、今週末はワールドワイドテクノロジーチャンピオンシップとなります。メキシコでの一戦で、この後は西海岸そして東海岸へと移っていきます。ZOZOチャンピオンシップでおおよそのトップ選手は一区切りとなり、オフに入ります。フィールド的には薄くなりますが、シード権などを争う戦いは非常に熱くなっていきます。先ほども言いましたが、今年は特に下位選手の逆襲が多いので、今大会もどうなるか分かりません。昨年の優勝者は南アフリカのエリック・バンルーエン、27アンダーでの優勝でした。後ほどコース紹介でも詳しくお話ししますが、今大会で使用されるのはタイガーウッズ設計のコースで、今回が2度目となります。難易度的には高くなく、スコアは出やすいです。20アンダー後半の戦いになると思われます。それではコース紹介です。今大会で使用されるのはメキシコロスカボスにあるエルカルドナル・アット・ディアマンテ。 TGR デザインというタイガーウッズが設立した会社が設計に携わりました。またタイガーウッズがコース設計に携わる駆け出しの頃、2014年末にオープンし、2023年から今大会の主催コースとなっています。このコースがタイガーウッズにとって初設計コースだったんです。パー72で総距離7452ヤード。総距離だけで言うとやや長めです。このコースのコンセプトは、ゴルファーに考えさせ選択させるためにゴルフ戦略を立てたと本人が語っています。タイガーならではといった感じですね。またタイガーが幼少期に過ごした西海岸側の古典的なコースからインスピレーションを得たそうです。ちなみにタイガーウッズはこれまでに10個のコース設計に携わっています。では今大会の注目選手10人です。今回フェデックスカップランキング50位内で出場するのは4名。オースティン・エクロート、マックス・グレイザーマン、トム・ホギー、キャメロン・ヤング。世界ランクでいうとキャメロン・ヤングの33位がフィールド最上位となります。またメキシコ開催ということで、スポンサー推薦により4名のメキシコ人選手が出場します。日本のZOZOほどではありませんが、メキシコ人選手にとっても非常に大きなチャンスとなる大会です。今回はネクスト10を狙える選手、シード権ギリギリの選手を中心に選出しました。また今回日本人選手の出場はありません。前回ZOZOチャンピオンシップでトップ10入りした杉浦選手は出場を断念したようです。おそらくですが、久常選手もお休みに入ったのかもしれません。何か情報を知っている方がいれば教えてください。いつものようにこの中からピックアップした選手を4名紹介します。ピックアッププレイヤー1人目はアメリカのダニエル・バーガー。まずは個人的に非常に応援している選手です。一時期は紛れもないトッププレイヤーだったんですが、度重なる怪我により一番脂の乗っていた時期を逃すことになりました。今年はフル参戦できるようになり24試合に出場。トップ10は1回で、予選カットも11回あるので、まだまだ本来の力を発揮できているとは言えません。ただフェデックスカップホールに入ってから徐々に本来の力が戻ってきているように感じます。直近5戦で言うとトップ10が1回、他もまずまずで予選落ちが1回のみ。フェデックスカップランキング129位と本当に瀬戸際に立っています。今の調子ならば私はいけると確信しているので、ぜひ注目してほしいです。残り3戦のうちどこかでトップ10入りしてくれると信じてます。ピックアッププレイヤー2人目はアメリカのジョエル・デーメン。この選手はいろんな意味で好きなんですよね。なかなか波乱万丈な人生を歩んできているのと、お茶目な一面もあるんです。
以前彼は精巣がんを患っており、それを克服して競技に戻ってきました。その後2023年にめでたく第一子を設けています。 PGA ツアーでは一勝のみですが、帽子も特徴的で覚えやすい選手かと思います。お茶目な一面というのは、2、3年前のフェニックスオープンで同組の選手がホールインワンしたか何かで大はしゃぎして半裸になって罰金処分になっているんですね。ちょっと細かいところはうろ覚えなんですが、そんなデーメンですが、現在フェデックスカップランキング124位とバーガー同様瀬戸際にいます。今年は一度もトップ10入りできず、フェデックスカップホールでもあまり結果を残せていません。スタッツを見ると明らかなんですが、パッティングが悪すぎます。177人中174位なので、そこが最大の弱点です。しかもグリーン周りのスタッツもあまり良くないので、ショートゲーム全体が課題ですね。ただ今はそんなことを言っている場合ではないので、頑張ってもらいたいです。スタッツにある通り、ショット力は間違いなくある選手です。ピックアッププレイヤー3人目はアメリカのチェズ・リービー、42歳のベテラン選手です。今回みんなそうなんですが、彼も個人的に好きなんです。何が好きかっていうと、スイングです。特にフォロースイングはちょっと独特で、あまりいないタイプですね。年齢の影響もあってか、以前ほどのキレはなくなってきましたが、それでもストロークエンドアプローチザグリーン24位につけています。一時期はトップ10の常連でした。リービーの課題はデーメンと似ていて、パッティングですね。オフザティーも悪いんですが、ショット力でカバーできています。やはりパッティングがマイナスを叩き出すと、スコアを作っていくのに相当苦労します。現在フェデックスカップランキング159位と、逆転するにはかなり厳しい状況ですが、頑張ってほしいです。ピックアッププレイヤー4人目は南アフリカのエリック・バンルーエン、今大会のディフェンディングチャンピオンとなります。彼の場合はシード権争いよりネクスト10狙いです。現在フェデックスカップランキング67位、決して逆転での滑り込みが不可能な差ではありません。今季は23試合に出場して準優勝が1回、トップ10が4回、予選落ちが6回と少なかったです。フェデックスカップホールに登場するのは3試合目、この試合の結果次第とは思いますが、この後の試合は出ないかもしれないですね。ここまでに紹介した3人と決定的に違うのは、スタッツにも現れています。悪いスタッツもあるんですが、大事な指標となるストロークエンドトータルが46位、デーメンとリービーは100位台、バーガーは89位となっています。まあそういった意味で言うと、バーガーはまだ噛み合っていないだけなのかなとも思います。バンルーエンに関して、今大会の優勝候補であることは間違いないので、注目です。では今週のトピックスです。まず PGA ツアーが大きな変更へ。10月下旬に大きなニュースが飛び込んできました。それが2026年シーズンから PGA ツアーで大きな変更が予定されていることです。今シーズン最終戦の RSM クラシックで最終決定がなされる予定ですが、ほとんど確定じゃないかといった報道も出ています。まず一つ目はフィールドサイズの変更。招待試合やメジャートーナメントは形式や状況によって異なりますが、通常のレギュラートーナメントではフィールドサイズが156人でした。それを144人に変更するとのこと。また優先順位にも変更が入る予定です。実は PGA ツアーのトーナメントに出場する場合、優先順位があり、細かくカテゴリー分けされています。例えばメジャー大会優勝者はカテゴリー1、レギュラートーナメント優勝者はカテゴリー2などです。そのためフィールドサイズが縮小されると、ツアーカードを持っていても万が一出場できないケースが出てくるかもしれないそうです。優先順位に関してもさらに細かくカテゴリー分けをして対処していくとのこと。さらに一部の大会でマンデー予選を開催しない、または出場枠を減らす処置も検討中だそうです。2つ目はシード権の変更。これはとても大きいです。
これまで125位の選手までが翌シーズンのシード権を獲得することができました。しかし2026年からは100位までとなり、101位から125位は準シード権へと変更されます。またコンフェリツアーからの昇格者は上位30名から20名に減少。ただ DP ワールドツアーのランキング上位10名はこれまで通りシード権を獲得できます。3つ目はプレーペースに関する罰金について。これまで何度か議論されてきたプレーペースですが、罰金額が増額されることが予定されています。これまでは5000ドルでしたが2倍の1万ドルへ。なんとプレーが遅いというだけで150万円近い罰金を支払わなければなりません。これは PGA ツアー全体のプレーペースが遅いということが問題になっており、実現する可能性は非常に高いとされています。多くの変更が入りそうですが、やはりシード権に関してはとても大きな変更なので、確定次第またお伝えします。続いて今年の新人王候補。今年もついにシーズン佳境を迎え、話題は年間最優秀選手賞と新人王となってきました。年間最優秀選手賞はもうシェフラーで満票かと思いますが、新人王に関しては割と接戦になっています。1人目はフランスのマッシュー・パボン。1月のファーマーズインシュランスオープンで優勝し、1907年以来フランス人選手が優勝したという快挙。またツアーチャンピオンシップまで到達したのも大きなポイントとなっています。2人目はニック・ダンラップ。先ほどのパボンが優勝した翌週のアメリカンエキスプレスでアマチュアとして出場し優勝。それは1991年以来の快挙でした。さらにプロ転向した後も裏大会ではありますがバラクーダチャンピオンシップで優勝。ツアーチャンピオンシップには出場できなかったものの大きなインパクトを残しました。3人目はジェイク・ナップ。30歳のオールドルーキーでレストランの用心棒としても働いていた経験を持つ苦労人です。メキシコオープンで優勝し、その存在感とオーラを感じさせてくれました。ただ夏以降は少し失速気味でプレーオフシリーズも第一戦で終了しています。4人目はマイケル・トールブルセン。スタンフォード大学での輝かしいキャリアを経て PGA の特別制度を活用しメンバー入り。わずか10試合でトップ10が2回、予選落ちも多いものの昨年のルドビグ・オーバーグを彷彿とさせます。来年が非常に楽しみな選手です。5人目はアレハンドロ・トスティ。25試合に出場して準優勝が1回、トップ10入りは2回。準優勝した試合は非常に惜しかっただけに、優勝していればチャンスはあったと思います。昨年もルドビグ・オーバーグの活躍が目覚ましかったですが、結局年間通して安定した成績を残したエリック・コールが受賞したことからも、そちらの方が有利の可能性があったからです。以上の5名が有力候補となるんですが、おそらくマシュー・パボンかニック・ダンラップの一騎打ちになるでしょう。インパクトで言えばアマチュア優勝を果たし、その後プロ入りして2勝目を挙げたニック・ダンラップ。ただマシュー・パボンはフランス人選手として100年ぶり以上の PGA ツアー優勝、しかも一昨年までは DP ワールドツアーで下位をうろついていた選手なだけに難しいところです。しかもマシュー・パボンはツアーチャンピオンシップまで進んでいるのが大きいです。もしマシュー・パボンが受賞することになれば、珍しく2年連続で30代選手ということになります。こちらもどうなるのか楽しみです。最後にトム・キムがロッカーを破壊。10月24日から27日に DP ワールドツアーで行われていたジェネシスチャンピオンシップ、そこで事件が起きました。プレーオフで同郷のアンビョンホンに敗北し、苛立ったトム・キムはロッカールームを壊してしまいました。これがその写真です。本人の弁によると破壊するつもりはなく、ロッカーを乱暴に開けたところこうなってしまったとのこと。ただどちらにしろクラブ側に損失を与えてしまい、トム・キム及び代理人は DP ワールドツアー及び KPGA に報告。トム・キムは損害賠償を払うと申し出ましたが、懲戒処分も検討されていると報道がありました。
ただ懲戒処分はなくなり、罰金で話が済むことになりました。何かとトム・キムは話題がつきませんが、こういったタレントも必要だと思っているので、私は嫌いではないです。ただロッカーを破壊するのはちょっとやりすぎましたね。では最後にパワーランキングと優勝予想です。公式1位予想はアメリカのハリス・イングリッシュ。今回注目選手として私も入れましたが、チャンスは大きいと見ています。昨年同大会には出場しておりませんが、直近2試合で6位タイ、9位タイと連続トップ10入りを果たしています。調子がすごくいいです。今回のパワーランキングは最近調子のいい選手が上位に来ています。その中でも注目は4位のマックス・グレイザーマン。ドドチャンピオンシップで優勝争いし、日本のファンにも広く名前が知られたんじゃないかと思います。なんと直近5試合で3回準優勝しています。逆に言うとあと一歩何かが足りないということになるんですが、実力は間違いありません。こういう勢いがあるうちに1勝しておきたいところです。優勝予想もマックス・グレイザーマンとしますが、今年のフェデックスカップポールはパワーランキング外からの優勝が多いので何とも言えません。ついに2024年シーズンも残り3試合ですが、最後まで一緒に見届けられればと思っています。それではまた次回お会いしましょう。